こんにちは、しょうです。今回はね、タミヤ DT03 開発中のね、シルバーアックスフロントサスアームってやつをね、ちょっと試してみます。現状の私のこの DT03 は片側 3mm ワイドっていうね、フロントの、サスアームつけてるんですけれども、それ以外もね、前々回かな、補強とこのウエイトそのまま積んでます。でこれがね、開発中のフロントサスアームなんですけども、見ての通りね、ちょっと変わった形してます。車軸がね、リア寄りの方に寄ってるんですけども、目的としてはね、アッカーマンとホイールベースを最適化するっていうことで、たい焼き食べたいさんのね、アドバイスのもとに私が設計させていただいたんですけども、サスアーム自体の長さは、ノーマルと同じですね。だから基本的にはトレッドもノーマル同様っていうことになるんですけども、これでね、ホイールベース短くなっちゃったりして、どんな感じになるのかなみたいなね、私の経験と知識じゃなかなか想像ができないんですけど、ちょっと仮組みをね、片側だけ行ってみます。ということで、画面右側ですね、車体左側に、シルバーアックスのサスアーム組んでみましたけども、当然ですけどね、見た目がね、こんな感じで全然違うんですよね。さっき言ったように車軸のね、位置こんな感じで違いますし、ステアリングタイロッドですよね、アッカーマンもかなり変わってくるってことで、この3つのね、要素がポンとね、このパーツ1個で変わっちゃって、走行性能とかね、ほんとフィーリングってどんな風に変わっちゃうのかなってことでね、サーキットでね、サスアーム交換しながらちょっとね、比較テストを行ってみたいと思います。はい、それではね、サーキットやってきました。まずはね、いつも使ってる 3mm ワイドね、片側トータルで 6mm ワイドになるんですけども、これで走ってみます。今回もね、大分県大分市にある RC サーキット大黒屋さんで走行させていただきました。路面がね、ちょっと天気が良くなった関係で、ほぼ完全なドライ状態になっちゃいましたね。前回はね、かなりグリップしてくれてたんですけど、ほんとね、スリッピーなオフロードコースって感じになって、これがね、ニックで走らせるの私意外と好きですね。ワイドトレッドでね、フロントが効いてる分、ちょっとね、スロットル操作は慎重にやっていかないと、ずるってね、お尻が動いちゃうんですけど、その辺がね、面白さかなというふうに思いますよね。調子に乗っちゃうとね、ブレーキも含めて、ほんと慎重に扱っていかないと、こんな感じになっちゃうということでね、やっぱり面白いですよね、こういうの。それではね、シルバーアックスのね、フロントサスアームに交換を行ってみます。ということでね、交換完了しました。若干ね、画角見切れ気味ですけどね、アライメントもちょっとざっくり、調整してます。トーがね、若干アウトのほぼニュートラル、キャンバーもね、微妙にネガティブかな、ニュートラルかなぐらいの感じなんですけど、どれぐらいね、変化感じられるのか、走行させてみます。これがね、意外となんかしっとりしてるんですよね。しっとりっていう表現が、ラジコン的にうまくね、表現できてるのか分かりませんけど、かなりね、これ車の動きが変わってることに気がつくんじゃないかなと思うんですけどね、私がイメージしてたそのショートホイールベースっていうのと、このマシンの動きがね、全然合致しないんですよね。
当にね、一言で言うとスムーズって感じで、あれやっぱりこれ元々が長すぎたのかなみたいなね、なんかそんな気さえもちょっとしちゃいますけど、とにかくね、本当何回も言いますけど、非常にねスムーズに操作できるんですよね。さっきまでの方がもっと神経質だったような感じがするんですけど、まあ、ちょっと調子に乗って開けるとさすがにね、あんな感じで回っちゃいますけど、ちょっとね自分でもピンとこないんでね、いつもの比較動画です、ご覧ください。この比較動画ね、いつもはあの3ラップってことでね、割と短めにやってるんですけども、今回はね、5ラップ比較してます。でまあそれぞれね走行を見てもらえば分かるんですけど、それぞれにね、細かい失敗をね、いろんなとこでしてますけども、その辺をね、含んだところでちょっとこのね比較を見ていただきたいんですが、実際この少しの差になっちゃってるのはね、ほとんどまあ私の操作の問題ですね。でやはりシルバーアックスの方がコーナリング非常にスムーズで、一番驚いたのはやっぱりカウンターステアがね、綺麗に決まるっていうか、まあ、なんか非常にそのカウンターの操作が楽だなっていうのはすごく感じました。でまあ操作フィールとねちょっとまあ違う結果になっちゃったんですけど、まあ、あれを勝ち負けとまあ考えるのかどうかね、でまあ次回以降どうしようかなって感じなんですけど、まあ、気持ち的にはね本当フィーリングはすごくいいこのシルバーアックスで走らせたいんですが、進化させられないかなってことでね、ちょっとたい焼き食べたいさんにね相談してみることにしました。ということでね、シルバーアックスとしてはちょっと新たなね方向性のプロトを作ることにしたんですけども、いやいやちょっと待って、これ私的にはねどっちに行けばいいのかなみたいな感じになっちゃっててですね、やっぱりね私この魔界ですね、ちょっと字があれですけど魔界像の方にやっぱり行きたいかなってことでね、まあ、方向性の違う2台をね作るっていうことにもしかしたらなっちゃうかもしれませんけど、またねその辺はご期待ください。ということでね、また長くなりましたけど最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この動画がね、面白いなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。I'm just sitting here